ただきまして、近況報告、皆さんもこの時間をうまく使っていただきたいんですが、私こと白百合はですね、キーパー攻撃部門を担当しております役員です。2027期なので、98年、96年の写真工学と画像工学専攻の卒業生です。で、つい先日まで、神奈川工科大学という都内の大学で先生をしておりましたが、めでたくというかですね、今月より、グリーン株式会社という、ゲーム会社におきまして、VR スタジオラボという、VR エンターテインメントシステムとバーチャル YouTuber をですね、推進する研究所長に、着任いたしました。ありがとうございます。工芸大の同窓会のですね、IT 化をですね、この20年近く進めてきたわけですけど、まあ、力いたなと本当に申し訳ございません。で、紹介したいのはですね、本野さんと蓮馬さん。はい、どうも。はい、彼らがですね、新しい世代の役員として、それから50周年記念のですね、はい、ご参加いただいて、はっけ、この名前、男女へ。はい、何年卒？2015年卒。コンピューター応用学科ですよ。皆さん知ってます？コンピューター応用学科。2016年のメディアの動学科でした。はい、近藤さん、というね、若い力がですね、企画委員として入っていただけることになりました。皆さん、拍手ね。ありがとうございます。これからはですね、工芸大のホームページ、同窓会のホームページが至らないときにはですね、この子たちにですね、ぜひですね、こうしろ、ああしろをですね、言っていただけると。彼は今、2020年の東京オリンピックのですね、パートナー企業でお勤めですので、2020年以降のですね、日本を描く側ですし、近藤さんも最近は猫見が終わるらしくて、彼女自身が作った猫何ですか？猫を探すアプリを作ってたらしいんですけど、サービス終了するらしいんで、ちょっとその辺雲かく聞きたい人はぜひ今後ともよろしくお願いします。そんなわけで、同窓会役員としてはですね、どんどん新しい力を募集してますので、特に IT 力を上げていきたいと思いますので、皆さんですね、不満を唱える前にですね、ぜひですね、中に入り込んで同窓会活動を皆さん の思うように改善していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。